こんばんは、おみやです。今日はですね、足利市にありますラーメン桐生さん、こちらに行ってまいりました。場所なんですけれども、国道50号線足利バイパス沿いにあります。ボリューム満点で人気のスタミナラーメンはニンニクが効いて野菜がたっぷりということで、とても楽しみです。店内はとても広々としていて、テーブル席、カウンター席があります。メニューなんですけれども、人気のスタミナラーメンや醤油、味噌、塩などのラーメン類、唐揚げや酢豚、エビチリなどの一品料理、チャーハンや中華丼などのご飯物、ドリンク類はウーロン茶、オレンジジュース、コーラなどのソフトドリンク類、日本酒やビールのアルコール類があります。おはるさんはチャーハン900円、私はスタミナラーメンに唐揚げが乗ったスタミナ唐揚げを注文しようとしたら、おはるさんが、食べきれないかもしれないわ、食べきれなかったらおみや食べてねと言われ、私も不安になったのでスタミナラーメン900円を注文しました。お水はセルフサービスとなっています。はい、お待たせしました。はい、すいません。さあ、やってまいりました、スタミナラーメン。大きな器に並々とスープが注がれています。ニンニクの香りが食欲をそそります。おはるさんのチャーハン、大きなスープがついてきます。いただきます。いただきます。元気をください。さあ、まずスープなんですけれども、醤油ベースのとてもあっさりしたスープです。切りしながらもニンニクの風味が鼻から抜けていきます。ラーメンの具材ですが、豚肉の入った野菜あんかけ、ニラ、ネギ、ニンニクが入っています。麺は中太麺でもちもちしています。ニンニクがゴロゴロ入っていて、安定のニンニクマンになりますね。そしてこのあんがあっさりスープに混ざることによって、あっさりスープがパンチのあるスープに変わります。スタミナをつけたい時にはもってこいのラーメンですね。スタミナ切れが心配な天山広吉選手に食べさせたいですね。ブラックビスケッツの甘酸が懐かしいですね。おはるさんのチャーハンなんですけれども、ナルト、チャーシュー、ネギ、卵が入っています。しっとり系であっさりしています。美味しいかもしれない。おはるさん、このチャーハンとても気に入ったようです。スープはわかめ、ネギ、ごまが入ったシンプルな鶏ガラスープです。さあ、そしてスタミナ切れのおはるさん、私のスタミナラーメンを強奪していきます。プロレスラーでいうところの田上明のように、足がガクガクで自ら倒れてしまってジャイアント馬場さんに呆れられるぐらい疲れているわ。でもこのスタミナラーメンで回復したわ。チャーハンも美味しくてどんどん食べられちゃうわね。そういえば駐車場なんですけれども、お店の前と横に専用駐車場があります。とても広々としていいですね。それにしてもおはるさん、食べる前は食べきれるか不安だわと言ってた割には、あっさり完食してまだまだ食べられるわと言っていました。おはるさんのチャーハンをいただき、スタミナラーメンのスープに浸して食べてみたんですけれども、予想通りニンニクが効いて最高でした。ニンニクチャーハンも人気ということなので、次回来た時ぜひ食べてみたいと思います。具材もたくさん入っていて大変満足しました。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。スタミナラーメンはニンニクが効いて、チャーハンはボリュームがあって大満足したわ。田植え火山ならぬおはる火山が噴火したわ。はい、といったわけで、ラーメン桐生足利店さん、ゴロゴロ入ったニンニク、そしてボリューム満点のスタミナラーメン、とても大満足で元気になりました。他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、そちらもご視聴、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。